高波などへの警戒が続く宮城県石巻市から中継です。古賀さん、お願いします。はい、こちら宮城県石巻市ではですね、先ほどここ1時間ほどは風は収まっていたんですが、この周辺に台風が上陸するということもあり、いきなりですね、風が強くなってきました。海の方を見ますとですね、依然として風が強くですね、白い波が波消しブロックを越えないことがないぐらい高い波が次から次へと来ています。その影響でですね、その手前側沿岸の道路は現在通行止めになっています。そしてこの辺りは東日本大震災の被害を受けた箇所なんですけれども、まだ防潮堤が一部完成していない地域があります。また辺り一帯がですね、地盤沈下しているということもありですね、沿岸の道路に行きますですね、冠水しているところもありました。ただ石巻市役所によりますと、現時点で被害の報告はないということですが、134人が避難所に身を寄せている状況です。この後ですね、石巻市では明日の夕方までに150ミリの雨が降り、この後風は強くなる予報です。住宅の浸水の恐れなどもあり、避難する人の数はさらに多くなるものとみられます。